合言葉は、白鯨と釣り針だっけ？よし、これで OK！ そしたら送信っと。あ、扉が開いたよ！見て見て、中になんかあるよ！どうやらそれが、気象で間違いなさそうですね。クリアだって。やったね、アコ。これでまた限定装備に近づいたね、リンリン。それもこれもユキノさんのおかげです。やっぱりユキノさんってすごいな。はあ、少し疲れたわ。あ、また出てきた。何？ラストミッション、お屋敷のパーティーを開催せよ。あ、本当だ。やった。あと一歩、あと一歩。いえ、喜ぶのはまだ早いわ。もっと難しいミッションが待ち構えているかもしれません。そうだね。まあ、何が待ってるかわからないけど、とりあえずお屋敷に向かおう。ここがお屋敷の中か。天井高い。ほんとすっごいよくできてるね。でもここでパーティーを開催するってどういうことなのかな。あの、向こうで誰かが手棒を振ってますけど、あれはキャストの方でしょうか。あ、ほんとだ。メイド服着てるよ。すっごく可愛いね。これはどういうこと？おそらく、この方たちからの注文をこなせば、パーティーの準備が整う、という設定なのかもしれませんね。なるほど。ごめん、やっぱりよくわからない。ユキナはわかる？私にわかるはずないじゃない。ここが厨房か。お鍋とか食器が並んでて本物っぽいね。え？全問正解ってそれちょっと厳しすぎない？今井さん、今さらルールに文句を言っても仕方ありません。私たちはそれに従うだけです。それにこっちには料理の得意なリサ姉がいるんだもん。絶対大丈夫だよ。プレッシャーが半端ないんだけど。けど、まあサヨの言う通り、ルールに文句を言っても仕方ないもんね。よし、頑張ろう。1問目まで全部正解だよ。あとちょっと頑張って。さすがに9問目ともなると難しい問題になってくるな。けど、多分これは B だと思う。って間違えたらごめん。今井さんなら大丈夫です。自分を信じてください。わかった。それじゃあ自分を信じて、リエイ。やったー。すごい、すごいよリサネ。次正解したらこの課題はクリアだよ。もう神がかってるね。よかった。もう心臓が破裂しちゃいそうだよ。次がいよいよ最後の問題ですね。出たみたい。最後の問題は。って、え？何これ。これはちょっと、わからないかも。え？どうしちゃったの？リサネ。
ジャガイモは最も美味しく孵化す際の正しい手順を選択せよって問題なんだけど、時間とか温度とかとにかく細かくって、こんなこと今まで一度も考えたことないって。確かにこれは問題として成立していませんね。そもそも最も美味しくなど個人的な感想ですし、はっきり言って答えようがないと思います。そうだよ、これは抗議しようよ、抗議。それはダメよ。え、ユキナさん、問題に不備があるとはいえルールはルール、今さらそれを言っても仕方がないわ。そう言っていたのはあなたよ、サヨ。それは確かに言いましたが、私たちはロゼリア、今までどんな逆境に立ったとしても必ずそれを乗り越えてきた。今回だってそれは同じよ。ユキナさん、この問題はサヨ、あなたが選びなさい。私ですか？ベースのコード進行が崩れた時、真っ先に手を差し伸べるのはギターであるあなたの役目よ。それにジャガイモ料理に関する問題なのでしょ？答えられるのはあなた以外にいないわ。ユキナ、ふかし芋とフライドポテトだと話が全然違うんだけど。どちらも同じジャガイモ料理、大差ないわ。いやけどね。今井さん、大丈夫です、私が答えます。なんかやる気になってる。今井さんのピンチを救えるのは私しかいません。もうこうなったらサヨさんを信じるしかないよね。リンリン、氷川さん頑張ってください。必ず限定装備手に入れましょう。いい笑顔だ。やっぱり欲しかったんですね。待っていなさい、限定装備。この問題正解はこれよ。